花生峠は、京都府京都市左京区内にある国道477号上の峠である。標高759メートルの国道477号、上に位置し、花生別所町と安場、本町の境界となる峠である。京都府道38号京都広川原宮山線の重複区間にある。名前の由来は、花の美しい北山の懐にあるので、 花の瀬と呼ばれたから、花のと京都の北の背骨に位置するところにあるから、など諸説ある。また瀬という字は一般的に瀬を用いるが、本来は瀬の字が正しい。西南西約950メートルに鯖街道が通っていた旧花瀬峠がある。車両の通行が可能な峠であり、センターラインこそないが2.0車線は優にある広い道路を有する峠である。 この峠は、冬季通行止めにはならないが、除雪の関係で積雪時には、道幅が狭まる。また、京都バスの路線が通過しており、峠には、花瀬峠というバス停があって、登山客が主に利用している。また、勾配は急であり、隣接する桃井峠ほどではないが、麓の桃井別れやつづ折織なども含めて、国道と呼ばれる区間である。 北部地域の住民からトンネル化が要望されているが、実現の見通しは立っておらず、この峠を回避する事業京都市道大原話せ線が進められたが、環境保護運動などにより休止中である。ありがとうございます。